はい、伊佐より15さんの昭和20センチです。お願いします。はい、これもですね、おそらく墨模様が決まってくると墨で見せるタイプとなるのかと期待しております。基板自体は2段で、多い方ではございませんが、この背中の墨がですね、墨の窓などができてくると、ガラッと変わります。墨自体は良さそうな感じがしますので、網目になり墨の窓ができ模様になることを期待して秋を迎えたいなと思っております。紅自体は色の赤い紅です。この辺の窓になっている墨がですね、網目になり模様になってくると楽しみですね。はい、こちら側もね、中の方です。結構変わりますのでね、昭和は全部黒くなってしまうこともあれば、逆に全部なくなる、そしてもしくは綺麗に固まって模様になってくれる、その辺も今後楽しみにしててください。はい、いかがでしょうか。ぜひよろしくお願いいたします。